受験番号623、深夜ラジオで大騒動。うんうん。第12問は丸さんの B 一点。以上が昨日のテストの答え合わせだ。みんな抜き打ちテストにもかかわらず、なかなかの点数だ。平均は70点。まあこの調子ならば志望校合格も。夢のまた夢。やっぱりダメかな。上近くんと同じ高校なんて。こら！鈴木！はい。またぼーっとしよって。お前は自分が何点だったのか分かっとるのか？はい、32点です。うわーかもん！そんなもの堂々と言うやつがあるか！おい、座れ！おのれ教頭！上近くんの前で恥かかすなんて。呪いかけちゃいます。あー、もう勉強なんてやだ！そんなこと言ったって自分が悪いんじゃない。普段からちゃんとしてれば抜き打ちテストなんて怖くないのに。でもこんな気分で勉強なんて手につかないよ。うん、それもそうね。じゃあラジオ？そう、気分転換には最適よ。やあ、全国の悩める受験生のみんな、俺の声が聞こえるかい？この番組は勉強への焦りと不安でいっぱいになった心の問題を解き明かす受験番号623、聞けば合格間違いなし。そして DJ はこの俺、むつみ。623と書いてむつみと読む。今後ともよろしく。よろしく。じゃあまずはペンネーム眠り猫さんからのおはがき。私は落ち込むと勉強が手につかなくなる悪い癖があります。でもいつも焦るばかりでどうにもなりません。一体どうすればよいのでしょう？そんなの簡単。ぬか味噌は混ぜるほど味が出る。脳味噌はそうでもない。バイむつみ。なんのこっちゃ。わかんないの？私たちの悩みはね、ぬか味噌と違っていくら混ぜたって解決しない。だから悩むより行動あるのみってこと。なるほど。さあ、わかったら勉強勉強。ラジオまだ終わってないのに。ダメダメ、気分転換は少しの時間だから効果があるの。じゃあせめてこの番組だけでも。ダメ、そうやって結局ズルズル一晩中聞いちゃうのよ。大丈夫、これだけにするから。みんなそういうの。一生のお願い。6人分も聞いてたらキリがないわよ。とそこでファックスでお便りが。僕の学校には受験のために編成された特進クラスというのがあります。え？今日そのクラスメートの女子が抜き打ちテストで低い点を取ったからって教頭先生に叱られちゃって。なんかナナみたい。どこにも同じような子がいるのね。でも受験はまだ始まったばかり。負けないで頑張っていこう。美しき受験生同士の励まし合い。これはペンネーム YK 君からのファックス。 YK?YK って、ゆういちかみちか。じゃ、もしかして今のは。感じる感じる、かみちかくんのオーラがラジオからプンプンと。幸せ。そんなわけないでしょ。ナナも夢見てないで。でも夜はこれから更けていく。流れている曲は YK くんからクラスメートさんへのリクエスト、スコット・チョプリン Please Say You Will。 はあ。In Japan, you have four classes in the morning and two classes in the afternoon. やっぱり、But in our school, we have six classes a day. でも確かめて違ってたら恥ずかしいし。We have no classes on Saturday. よし、次、鈴木。YK。鈴木。YK。鈴木。YK。鈴木！は、はい。明日までにこの宿題を全部やってくるように。文句ある？ いえ。ああ、もうどうしよう、こんな宿題。仕方ないよね。昨夜あんなラジオ聞いちゃったんだもん。え、瞳も？もちろん。受験番号623って私たち受験生にとって心の温泉みたいなものよ。それより良かったじゃない、上近くんに励ましてもらって。でもさ、受験生の中には YK くんって星の数ほどいるだろうし。じゃあ
本人に確かめてみれば。え、神近くん、ほら見て見て、ナナよ、鈴木ナナ。ぼんやりして宿題たっぷり、いいざま、今夜も徹夜ね。くんじゃないんだ。宿題。え、手が止まってるわよ。分かってるわよ。さて、今夜は昨日の YK 君からまたファックスが入ってる。むつみさん、今日もまたクラスメートの女子が教頭先生に怒られました。ちょっとぼんやりしてただけなのに宿題どっさり出されちゃって。なんかナナみたい。かわいそうだね。ほんと毎日叱られて大変だと思うけど落ち込まないでね。やっぱり神近くんだ。もしかしてラジオをきっかけに急接近。そんな、面と向かうとお礼も言えないんだもん。だったらさ、こうやって。あ、そっか、私たちもファックスで。イケイケどんどん。さて、今夜2曲目のリクエストと、その前になんか面白いファックスが来たらしいぞ。むつみさん、私も特進クラスでいつも先生に叱られてばかり、ちょっぴり落ち込んだけど YK さんのおかげで元気になりましたってお返事だ。やった、これで神近くんにお礼が言えた。と、このファックスは琴町の鈴木な。おっと危ない、これ本名だ。やばい、慌ててペンネーム書き忘れちゃった。いや失敗失敗。ねえ、今のもしかして。どうしよう、バレバレだ。自業自得よ。さ、これに懲りたらしばらくラジオは禁止ね。はい。おや、ここでまた YK 君のファックスだ。なんか俺今日は恋のキューピッドって感じ、うん、で、うん、お返事ファックスびっくりしました、うん、僕はいつも夜中にこのラジオを一人で聞いてるけど。もうダメ。よくやった。このまま気合を入れて勉強するんだぞ。はい。ところで、君は深夜ラジオにうつつを抜かしておるということはないでしょうね。え、うん、最近特進クラスの中にラジオ番組を使ってファックス文通をしている者がおると、そんな噂があってね。はい。そんなこと言っても言われてもやめられないのが受験番号623。いい、せめて私たちが聞いてナナに教えてあげましょう。せっかくおじいちゃんに代わりのラジオ作ってもらったんだもん。でもさすがに元科学者よね。ちゃんと声を映像にできるんだもん。さて、それじゃ今夜も最初のって、もう壊れちゃった。まあおじいちゃんの作るものだから。うん、ちょっと待って、これはラジオ始まっちゃってるな。聞きたいな、昨日途中までだったし。お返事ファックスびっくりしました。僕はいつも夜中にこのラジオを一人で聞いてるけど。なんて言ってたんだろう、あの続き。大変よナナ。またラジオでしょ。ダメよ、ナナは勉強中なんだから。そんなこと言ってる場合じゃないの。ナナ？違う、私じゃない。でもファックスの内容が面白いんだ。おー、どれ、明日の天気は。来た。私、鈴木なんとかは特進クラスの担任、教頭先生に目の敵にされてるんです。そうそう、どんな顔してるかっていうと、頭はキノコ頭、顔は潰れたガマガエル。けしからでも突然どうしちゃったのかな。鈴木なんとかさん、今夜はお怒りモードだね。そんな、これってまさか。さあどんどん送るわよ。ジュニンのナナ。
この中にくだらんラジオにうつつを抜かしている生徒がいることが分かった。しかも私のことをキノコ頭などと。潰れたガマガエルとも。ガマ、お鈴木奈々。え、いや知りません。特進クラスの鈴木といえば君しかいないだろう。違います、昨日のは私じゃありません。やられてるやられてる。いい君、これで特進落ちになったりして。こらー、ホームルーム中に何をしたのか。はい、やっぱりあの子たちの仕業ね。それに YK、 上賀茂雄二、お前のことか。いいえ、桂豊、高大義雄。まさか上地か、お前じゃないだろうな。いえ、違います。え、ふん、君たちがしらを切るつもりならこっちにも考えがある。お願い、奈々様、今日だけラジオを聞かせて。どうしてよ。あのね、ねえねえ、教頭先生何するつもりかしら。うん、上地かも今夜は聞いてみるんだろ。うん、うん、ってなことなの。だから今日ファックスを送れば確実に上地くんにお礼が届くの。ねえ、上地くんは YK は自分じゃないって言ったんでしょ。何より今はそんな時じゃないんじゃない。私たちの目指しているのはあの難関八坂奥義なのよ。こんなので受かると思ってる。この夜空の下じゃそれこそいろんな思いを持った受験生たちが頑張ってるのよ。きっとラジオだって本当の気分転換なのに、ナナはウキウキそわそわ、勉強なんて手につかない。確かに今我慢するのは辛いだろうけど、全ては来たるべき幸せのためなのよ。じゃあ私と一緒に勉強しよう。ナナ、ナナ様のお許し出た。うん、私ね、ほらほら始まっちゃうよ。我慢は体に悪いわよ。そうそう、あなたたち、ナナ様だって本当は YK 君の正体知りたいんでしょ。もうごめん、今夜で最後にするから。ナナ、私の言うことが分かんないの。じゃあね。もう知らない、来年泣くだけよ。さあ今夜も受験番号623を聞いてくれてありがとう。おかげでまたまたファックスの嵐だ。実はこれ昨日のキノコ頭じゃなくて特進クラスの教頭からの講義なんだ。はじゃばー、ふりー、どんどこ送るぞ。どんどこどんどこ。はいはい、どんどこどんどこ。ところがこれじゃあみんなのメッセージが受け取れない。そこで考えた。今から数学の問題を出すから、それに一番早く答えられた人が発言権を得られるってどう？しかもファックスじゃなく電話で直接自分の声でね。すごい。面白い。真っ先に問題を解いて直に抗議してやる。それじゃ行くよ。4a²-25 因数分解しなさい。まーす。解けるわけないよ。そうそう、早くも正解者が出たようだ。じゃあ今電話をつなぐからメッセージをどうぞ。この低俗番組めがキノコ頭、こんなもので受験生を堕落させるとは許しません。即刻この番組の打ち切りを要求。あれ、こっちが切れちゃった。ふぅ、とんだものを聞かせちゃったね。でもおかげでいいアイデアが浮かんだぞ。そう、電話だとゲコゲコ邪魔が入るから直接ここへ来てもらおうか。ただし必ず保護者と一緒にね。そしてこの真夜中にさまよえる全ての受験生の中からただ一人にチャンスを与えるんだ。そう、直接このマイクを通じて受験への悩み、不安、そして希望を伝えるために。すごい、直接マイクでだって。ナイス、こうなったら一気にラジオで告白よ。上地くんとは面と向かうわけじゃないんだから大丈夫よ。やるぞ。それじゃ問題だ。 x²+xy-2x-2y+1 を因数分解せよ。制限時間は放送終了まで。これ一回きりのワンチャンス。それじゃあラジオ局で待ってるよ。でもこれ高校レベルの問題よ。
ちゃんと基本さえ分かっていれば解ける問題よ。でもあなたたちラジオばかり聞いてるからできないんじゃないの？それに自分の力で解かなきゃ意味ないしね。でも制限時間が。ダメよ、あなたたち私の言うことなんか聞かないんじゃなかったの？そんなこと言わずに。ダメったらダメ。それにナナもこれくらいの問題が解けなかったら八坂奥義本当に無理よ。さあみんな、分かったらナナの邪魔だから出て行こう。ナナ様。あ、よし、とにかくやってみよう。落ち着いて、落ち着いて。ナナ、頑張って。さあみんな、問題は解けたかな？時間は残すところ5分。今のところまだ誰もここへは来てないよ。さてと。じゃあ誰が一番乗りか分かんなくなったぞ。僕が一番。違う、私よ。僕だよ。おいおい、みんな一番乗りは一人なんだよ。よかったな。ちょっと調子に乗りすぎたぞこれ。私も。僕はいつも夜中に。これって聞き逃した YK 君の。僕はいつも夜中にこのラジオを聞いているけど、それって一人じゃないんだって思いました。そう、お返事をもらってラジオの向こうにいるたくさんの人たちが僕と同じようにこの番組から元気をもらっているんですよね。そしてみんなのメッセージを聞いて分かったことがあります。受験に悩んでいたのは僕だけじゃない。自分の思いを伝えたいのは僕だけじゃない。そう、みんな何かを伝えたい。悩みを誰かに聞いてほしい。だから一生懸命問題を解いてここまで来たんだよね。でも本当は問題を解けなかった人、ここへ来られなかった人、そしてラジオの向こうのそれこそ数えきれない受験生のためにこの番組はあるんじゃないのかな。だって受験番号623はみんなの番号なんだもん。本当に素晴らしい回答だったよ。ありがとう。そして君の言う通り、これからも誰か一人のためじゃなく、みんなのためにこの番組を作っていくよ。こうして私たちの深夜ラジオの大騒動は終わりを告げました。
これからラジオは休憩を兼ねて時間を守って聞くことにします。そうそう、結局 YK 君が誰かって分からずじまいだったけど、いつかまたお便りが来ることを楽しみにして。さあ今夜も勉強勉強だって。答えの出ない気持ち、それが恋。バイ7人の7。まぶたを閉じれば響いてくる、昼は昼に夜は夜に、静けさと料理勝負も受験のために？私の恋と受験はどうなるの？